でなぜまあ今更マルクスなのかって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれど、今実はマルクスに再びいろんなところで注目が当たっています。なぜならば資本主義の危機っていうのがいろんなところで言われるようになっているからなんですね。今日はまずはですね、もう少し身近な問題に焦点を当てながら、マルクスの資本論が私たちの生活、特に私たちみんな働いているわけですけれども、その労働という問題についてどういったこう視点を与えてくれるかということについてまずは考えていきたいと思います。で、一番多分皆さんが実感として感じられていることの一つに、働いても働いても全然自分たちが豊かにならない、生活が楽にならないなっていう気持ちがあるんじゃないかなと思うんですね。僕自身もそうなんですけれど、なんかこれだけ便利になっているはずなのに仕事が全然減らない、むしろこんなに物が溢れているにもかかわらず、私たちの生活が何かこう常に足りないような、欲望が止まらない、やめられない、止まらないみたいな、そういうこうプロセスに、巻き込まれてしまっているような感じが、している方も多いんじゃないでしょうか。何のために働いてるんだろう、何のためのイノベーションなんだろう、でもっと別の社会はないんだろうかっていうふうに、考えるわけですけれど、そこにですね、実はこの今日扱うマルクスの資本論が役立つということなんです。つまりマルクスの資本論を読むこと、あるいは理解することによって、私たちは資本主義ではないもっと豊かな社会を思い描けるようになるんじゃないかというのが、今日お話ししたいことなわけですね。でもマルクス、まさかそんなソ連の、そんな危なそうでなんか古臭そうなひげもじわのじじいの話なんて今更考える必要があるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。もう社会主義なんて失敗したじゃないかと。だけれど今日お話しする資本論という本は、タイトルからも分かるように、その共産党宣言ではなくてですね、資本についての本なんです。つまりどういうことかっていうと、資本主義についてマルクスが徹底的に分析した本であって、資本論を実はですね、読んでもそんな革命のこととか将来の共産主義社会についてなんかはほとんど書いてありません。むしろ9割5分以上のページ数がその資本主義の分析に費やされているのです。とはいえ、マルクスが資本論を書いていた時代というのは19世紀の後半の時代であって、イングランドにおいて資本主義は当然そこそこに発展していました。いわゆる産業資本主義が発展していたわけですけれども、とはいえもうすでに150年以上前の資本主義の分析をマルクスはしていることになるわけです。当然当時はインターネットもないですし、今日のようなグローバル化もなければ気候変動の問題もない、さらに言えば、金融などのですね、現代のまさにリーマンショックなどで私たちの生活を大きく振り回したような、経済恐慌の問題もそこまでの規模では存在していない。なので、実は多くの、経済学者の人たちはマルクスの資本論というのは19世紀の資本主義の分析であって、現代の21世紀の分析にはもはや時代遅れであるというふうに考える人たちも大勢います。ところが、今日ベーシックな話としてお話したいのは、当時の19世紀の社会も現代の今の私たちが暮らしている社会もどちらも私たちは資本主義というふうに呼んでいるわけですね。ということは、その2つには何らかの共通点があるはずなわけです。しかもそれは本質的な共通点であって、それこそが実はまさにマルクスが、研究して問題視していたことであるし、実はこの本質的な資本主義の特徴というのが私たちの暮らしを考える上で非常に重要な視座を与えてくれます。なぜ資本主義がこれほどひどくて格差も抑圧も生むような社会であるにもかかわらず、労働者たちは必死に革命も起こさずに働き続けるのか、なぜ私たちはこのまま生きても全然幸せにならないと分かっているにもかかわらず資本家の命令をおとなしく聞いて働き続けるのか、まさに今の私たちですね、この私たちの状況を分析している本なんですね。だからこの本を読むことによって、今なぜ私たちが生きづらいのか、そしてどこから変えていくべきなのかということが浮かび上がってきます。
日本人はとにかく働きすぎる、ヨーロッパ人も働きますけど、まあ、彼らはやっぱりバカンスを取ったり結構休んだりするわけですけれど、日本人はサービス残業も含めて、まあ、ずっともう本当に過労死で自死に追い込まれるぐらいまで働く人たちがこれほどまでにいる。これは不思議なわけです。私たちは生活をするために働いているはずなわけですけれど、過労死をしてしまうということは働きすぎてその生活を壊してしまう、そんな状況になるまで働いている人たちが大勢いる。なぜか、これはまあマルクスが言っているように端的に言えばお金が必要だからです。で、逆に言うと今の社会においては何をするにしてもお金がかかる。私たちは無料でできることっていうのがもはや今の社会においてはほとんどないわけですね。逆に言うと何をするにしても私たちは商品を買わなければいけない。つまりあらゆるもの、生活に必要なあらゆるものが商品になってしまっているということがポイントです。マルクスは資本論の分析というのを商品の分析から始めているんですけれども、なぜ商品の分析から始めているかというと、私たちの社会が商品だらけの社会になっている。資本主義の本質をえぐり出すためにはまずこの商品に注目しなければいけないんだというふうに考えたわけです。で、前の社会ではそうではなかった。どういうことかというと、資本主義より前の社会では人々が生活に必要なものというのはコモンズ、共有財として管理していて、それらは商品になっていなかったんですね。つまりお金を払わなくてもそのコミュニティのメンバーであれば、もちろん特定のルールを守りさえすればそうした共有財をいわば無償で使うことができたんです。それは一番わかりやすいのが共有地、日本でも入り合い地とか言ったりしますけれども、そこでみんなで作物を育てたり、あるいは牧草地にして、まあ家畜を育てたり、あるいは森林なんかも共有財コモンズだったし、まあ、河川川ですね、そうしたところもコモンズで、ここでのポイントはみんなでそうした共有財を富としてですね、この富をみんなで共有財として、管理していたわけですけれども、ここで言われる共有財としての富というのは貨幣でのやり取りの対象になっていなかった。だから値札とかついてないわけですよね。だから人々は、まあ、みんなで協力しながらそうした、資源をですね分かち合って、まあ、つつましやかな暮らしをしていたわけです。だけれどそれだと資本主義はいつまでたっても発展しないわけです。資本主義っていうのはみんなが商品を買ってくれないといけない、みんなが自給自足で自分の土地でですね野菜を育てて、薪も全部やってっていう風になっていたら全然お金を使ってくれない、そしてお前ら働けって言っても工場にですね求人募集って書いても別にみんな自給自足しているので働きに来てくれる人もいない。これでは困ってしまうということで、イングランドですね、まさに資本主義の、勃興の地においては16世紀から18世紀にかけてエンクロージャー、日本語で言うと囲い込みと呼ばれる、まさに暴力的な、力を使って農民たちをそうした